芝生を率いる義軍は生徒に職を下し、ここに職官はついえた。それから3年、生徒は当該を大使として治められていた。だがその陰で野心の炎を燃え上がらせる者がいる。紹介、彼は当該の補佐を命じられ、共に生徒に赴任していた。誇り高い紹介にとって、当該の風下に立つのは甚だ不本意。しかし生徒という辺境は彼にとって都合がいいものであった。まずは自分になびくものを秘密裏に糾合し、この生徒を奪う。しかる後、芝生を打ち、己が天下の頂点に立つ。選ばれし英才の野望は今まさに実現に踏み出そうとしていた。それを察知した文王は危機を知らせるべく当該のもとへ走る。にわかに立ち上る戦乱、生徒は今再び戦場と化す。燃え上がれ闘志よ、文事件いざ参る。当該殿、お耳に入れたいことが。間に合わなかったか。当該殿、あなたはもう終わりです。生徒大衆、当該に反逆の意あり、そういうことになったんです。紹介殿、この地を我が物にする気だな。察しがいいじゃないですか。ならおとなしく牢に入ってください。このことをお伝えしたかったのですが、今はまずここを脱しましょう。あの裏切り者の息子ならもっと賢いと思ったんだが、残念だよ文王殿。文王殿、構えたなら範囲は明白。正式が命じる、当該と文王を捕らえよ。武豪を企てた者は断罪する。城内の兵士たちよ、当該を逃がすな。当該と無言だと。ならば捕らえねば。当該殿が無言を受けろ。やるんだが、中断せねばなるまい。紹介殿の拠点で城内は皆敵となりました。当該殿、急いで城を脱出しましょう。そういうの無駄が甘くと言うな。知らないみたいな、教えてやる。我が自由で葬ってくれるわ。立ち塞がる者らを倒し脱出するのに。
は閉ざされています。仕方ありません。中央の正門へ回りましょう。ここも閉ざされている。中央部を南東から脱出しよう。完成から逃げねばならぬのだ。この騒ぎ、やはり鳥海殿が黒幕であったか。失礼つかまつった。さあ、行かれよ。鳥海は城外へ通じる門を閉じました。後で俺が開門します。それまで、やぶちで。ここにいては追撃に遭います。渡り廊下を進み、大食堂を目指しましょう。気迫で勝負だ。我らを止めるべく虎を放ったが、敵ならば打ち払って先へ進む。闘魂を受けよ。道中殿と文庫は無事だろうか。うまく逃げておいてくれればよいか。さすが王道たる一撃。よし、文庫、共に脱出するぞ。妨害殿、これなど無意味ですよ。さあ、縄に疲れよ。バリュー殿ほどの知者も、闘魂を受けよ。手荒な解決方法しか思い浮かばない。妨害が現れたぞ。よし、勝者は無事だったか。今開門いたす。全ては鳥海殿の策謀なのだ。なるほど、疑ったことを陳謝いたす。私は何もできぬが、
せめてこれを召されよ。父上、お無事で何をです。そんな騒ぎは訳も分からず、すまぬ父ちゃん。お前にも難儀はない。もう窮地で勝負だ。共に脱するぞ。追撃の手は緩む気配がありません。先を急ぎましょう。さすが王道たる闘魂を受けよ。さあ来やがれ。お前なんぞひとひねりだ。受けよ。王は、お助けいただき感謝します。次は俺が父上の助けになります。無事ならばそれでよい。行くぞ当主。もはやこの城は敵地だ。来たな反逆者め。お前たちは俺が捕らえてくれる。連打まで持ち出すとは。攻撃を避けつつ突破しましょう。よし、門まであとわずか。急ぎ進もう。承知しました。ご武運を。
その死地を脱する。やっと何より。いや、この状況喜んではならぬか。紹介殿が職の残党と手を組んでいたと。早く芝生殿にお伝えしなければ。文王殿、申し訳ない。自分に危機を知らせたがために。いえ、あの時父文金を揶揄されて思い出しました。人の野心とは恐ろしいものだと。行きましょう。少子として正しい道を進むために。うん。